ちは強いが宇野は弱い。何が起こるかわからない。宇野とパンチの今日もどこかでダイナマイ。宇野とパンチの今日は青パトって知ってる？青パトでダイナマイ。要はパンチっていうのはニックネームで呼ばれてたんですけど、あの後ろのネームをパンチにしようって言ったのは大井監督で、本当はイチローを売り出したかったんですよ、イチローで。ただイチローだけやっちゃうと風当たりが強くなっちゃうんで、パンチイチローっていう風に作戦立てて。もう飛べジャイアントロボでしたね。あれが今これですから。本当ですかね。飛べジャイアントロボ。あ、いずれ警察署で結構呼ばれるの。いろいろイベントに呼んでもらってまして、武道はじめ式も呼んでもらったんですよ。ただ去年とか今年がちょっと中止になっちゃって。前回10月でしたかね。はい。竹馬の駅でキャンペーンやってみました。お、なんか困ったことがあったらいつでも相談乗るからね。警察は君たちの味方です、ね、なんていうエリアなんですか。ここはね、西側から。ここはなんか田園調布みたいですね。ここはね、三井不動産が分譲してる、三井不動産の相鉄が分譲した高級住宅地として分譲してる。ですよね。違うもんな。ほら、玄関から違うもん。泉区って泉区って名前からイメージするように緑が多いんですよ。区の大体半分ぐらいが緑なんで。割と過ごしやすいとは言いますけどね。ただ結構年配の人が多いので、そうですよ。振り込み作業ね、結構多いんですね。あ、そうですか。この間もありましたよね、確か。じゃあこれちゃんと言わなきゃいけないな。気をつけてくださいよ。I'm not afraid to die.
お疲れ様でございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いい映画撮れたぜ。いやありがとうございます。もう最高です。回収します。あ、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でございました。やっぱりベンツはいいな。もうめちゃくちゃかっこよかったです、後ろから見てて。あ、後ろにいた。後ろにいました。後ろ、俺こうやったら見てた。あ、もう見てました。はい、ずっと手振ってました。本当だね。それではすいません、本日は皆様ありがとうございました。英会の言葉はですね、公益社団法人戸塚法人会事務所連合会清水副会長、よろしくお願いいたします。初めての青パトのこの行事に大勢の皆さんにご参加をいただきましてありがとうございました。中でもパンチ佐藤さん、また泉警察署の署長さん以下、大勢の皆さんにこういった企画に大いに賛同いただきまして、こんな大きな大会になったというふうに感じております。これから我々法人会一人一人が身近なところでこの 青色回転灯を回しながら、より安全な街づくりに少しでも貢献できることを我々として頑張っていきたいなというふうに思うところでございます。今日は素晴らしい天候のもとに、この泉支店の農協さんをお借りしまして、こういった行事ができたことを心から感謝を申し上げ、閉会のご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。法人会事務所連合会による青色回転灯装備車両の出陣式、並びにデモンストレーションランを終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございま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 した。セレコーダーのパンチバージョンでですね、はい、今日中橋さんなので、はい、イメージがあると思うんで、ぜひまたお呼びいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。どうぞ、一日お疲れ様でした。またよろしくお願いします。また YouTube の放送日はまた連絡いくと思いますので、よろしくお願いします。この後パンチの今日は泉警察署生活安全課でジャイバイ。ああ、いい中止だったな。いやそうですよね。うん、いやーもうそれにしてもかっこいいベンチで、そうだね、なんか一周してきましたけども、すごかったですよね。また夜だとさ、うん、あの青いライトがさ目立ったんだろうけど、まあ、ああしょうがないな。あ、そうそうね。なんか見させていただいて、うん、なんかもうすごいなんか西部警察みたいな感じ、バ、うん、ーってこうね、着、うん、るのがすごい迫力があってね、かっこよかったですよ。これ、うん、やっぱりさ、はい、その今回は青パトのこういう活動してますということ、はい、そして特殊被害の撲滅のこと、はい、あと子供たちがさ、うん、あれを見てさ、うん、僕もいつかこの町のために警察官になりたいと思ってくれたら、うんうねうん、この3つ、うん、なんか願い叶えればいいね。そうですよね、うんうん、みんなの警察官が、うん、から来てくれればね、うん、そして我々の仕事はこれで終わりじゃない、うん、はい、これを発信して、そうですね、そうですよね、これで、うん、終了ということなので、編集を出します。はい、発信どんどん走っていきます。大相続はいけません。大相続いいですよ、うん、守りなさいよ、ね、じゃああとは編集でよろしくね。はい、よろしくお願いいたします。その後はパンチロー、今日もどっかで、ダイナー、今日はこれにてゲームセット。
放送席、放送席。いや声は宇野山本、そしてこのパンツ佐藤のために12万5000人の視聴者の皆さん、ありがとうございました。また次回もお楽しみに。おー、カビテーパー、死ぬのめっちゃだよ。危ない危ないよ。出会った二人はいつも元気で走ってる、パワー全開で、うのとパンチの今日もどこかでダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。のあの宇野山本くんっていうのは芸は面白くないんですけど性格が非常にいいので、あの彼と一緒にコンビであのやってくんねえかって僕は頼んだんですよ。で YouTube で稼ぐっていうんじゃなくて、パンチ死んでないぞ、やってるぞっていうことをテーマにやろうと。それが1000人登録者がなりましてね、それなりに形になってきまして。YouTube チャンネルをね見てるよっていう方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、チャンネル登録の仕方ってどうやるかみたいな。実は、俺もいろんなところで、チャンネル登録してねって言う割に、俺もやり方わかんねえんだよ。どうしたらいいの？本当ですか？実はですね、これ簡単でございまして、我々の動画を見ていただきますと、その下にチャンネル名が書かれてあるんですよ。宇野山本とパンチ佐藤の今日もどっかで会える、で、その横にチャンネル登録というですね、あの、まあ、登録されてない方はですね、まだ出てくると思うんですね。そこをピッと押していただきますと、簡単にチャンネル登録終了。これで完璧でございますから。 OK、はい、というわけでぜひともですね、宇野山本とパンチ佐藤の今日もどっかでダイナマイト、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。なー